あ、ほんだ2日間あ、そっかそっか、カウンセリングの兄ちゃんもあれ妹がおるんか。そうです。予約しとんの20分待たない感動うぜえな。現像お前絶対暇しとるだろ。今のうち金作っとかないかんかな。まあ、今から海行くんやろ。羨ましいな。そんな日常茶飯事ですわ。うぜえな。絶対院長の息子じゃなかったんじゃない。ブチ切れとるわ。出世のためやからしゃあねえわ。ああそうなん。ああ一緒に連れてきた。いやあれちゃうんか、現像にマインドコントロールされようんちゃうんか。大丈夫か。唐揚げくん半額で買えるクーポン欲しいでしょ。地元唐揚げくん
カウンセリング直後ああ来た来た、それじゃ早速行くよ。なーにじじくさいこと言ってんの。さあ行こう。ああこれ禁断のなんたらかんたらって酔ったやつだな。なんとか間に合ったね。だいぶ日に焼けたの。日焼けたのと。ただそんなの。ああ、そっかそっか。大学でも水泳部に入ればよかったのに、サークルでもいいけどさ。ああ、水泳部でマネージャーっていうことだったの？ほうほうほう。お兄ちゃんみたいなヘボチンと一緒にしないでよね。病院に小説多いと間違いやと思う。絶対作らなきゃ思う。
泳ぎたい。キモ、お化けがおるんかと。先生、私ね、多分泳ぐことが好きだったんだと思う。うん、波を見ていたらね、欲求がこうすごい泳ぎたいって思った。あ、そうだね、今から泳いでもいい？だけど金はあるのって言わないかな。でも多分振られたらしくて、何より男を魅了してやまないこの可愛さ。痛いところ。ちょっと待てよ、穴場やけど、すっごいなんか足元に。ここは違うよ。私が言ったのはここ。ううん、別に。ただね、途中がちょっと岩でゴツゴツしてて。さてと、お兄ちゃん、塗ってくれる？キッチ。
わざとなんやな。首前だけ焼けとんやな。はははは。ちゃんと後ついとんやな。まあ、いいけど。サクシーな。私がもし死んだら、お兄ちゃん、かな、泣く？そう、そうなんだ。うん、なんでもないんだよ。Thank you.
だったと思わない？先生、私ね、やっぱり泳ぎたい。すごく泳ぎたいよ。風呂の中で泳ぐのやめてくれよ。私きっとスイマーだったんだ。多分今みたいに何日も水に触らないなんてことなかったんだよ。私ね、例の二人と一緒に海に、私やっぱり嫉妬してた。二人の仲を引き裂きたい。真っ黒な感情で心が塗りつぶされるんだよ。なんか怖いよね、人の心って。挨拶しに行こうとかだ。男の人もいたの？兄弟か。私は溺れたりしないよ。どうしてって言われると困るけど、でも私って多分溺れるような力量じゃないよ。ね、多分私自殺したんだよ。自分で自分の人生におさらばしたんだよ。多分私は、ううん、思い出したわけじゃない。私さ、記憶がよみがえらない方がいいのかもね。だってさ、普通自殺って何かに絶望してそれでするもんでしょ。きっとそうだよ。だったら記憶を取り戻すってことは、悲しみをこんにちはってことなんだ。怖いよ。怖いに決まってる。だってそれで自殺しちゃうくらいなんだもん。私、負けないよ。私を死に追いやった絶望なんかに。今度出会ったら、私の方が殺してやるんだ。はあ、海がとうとう真っ暗になっちゃった。お兄ちゃんを見てればよかったのに。茜色の海って綺麗だったよ。名前でもあるし。じゃあ可愛いとか。いらない。っていうか、お兄ちゃんお茶なんて飲んだっけ。そうなんだ。液体って言ったらコーヒーしか飲まないのかと思った。まあいいや、やっぱり飲む。私が入れてあげるよ。
間とか好き勝手にできたらいいんだけどね。ああ、これも熱いうちに食べないと。カレーしか作らんけどな。だってよく夕飯作ってもらってるでしょ。恋人の手料理か。おいしい？お兄ちゃんと同校姉ちゃんずっと付き合っているんでしょ。学園を卒業する1年くらい前からだよね。聞いたわけじゃないよ。結構恋人関係は長いよね。ねえ、嫌になることないの？もう付き合いたくないなって思うことはないの？一度も？ひどいこと言うな、こう。そう。お兄ちゃんもね、他の人と付き合ったりした方がいいかもしれないよ。まあ、何事も経験ですから。経験不足では立派な大人にはなれませんぞ。うわ、妹に経験不足とか言われたらそんなしへこもう。さあ、食べちゃおう。なんだか緊張するね。だって同じ部屋に二人っきりで寝るなんて初めてだもん。お兄ちゃんしないの？こんなに可愛い子が隣で無防備に眠ってるんだよ。時間なら、うん。おお。いや、これあれやな、新しい。多分追加画像やな。え？とかこれ追加イベントやな。え？じゃないんかな。起きてた？うん。せっかくだから一緒の布団で寝たいなって思って。もうさっき見てたの普通に。なんで？いいじゃん、たまにはこういうのもさ。私は眠れるよ。どうして？いいじゃん、だってお兄ちゃんって寝相いいし。
兄ちゃん。しなきゃならないんだから。うわ、朝ごはんはもう終わっちゃったからね。お兄ちゃん全然起きようとしなかったし。マジで？もう記憶さえ取り戻せばごく普通の健康人だよ。ね、記憶が戻って私が元いたところに帰っちゃったら寂しい？でも一人じゃないのもいいもんでしょ？娘っていうか孫か。本当？私さ、この小説読むのをやめるよ。だからだよ。また借りに来るからさ、その時まで取っておくの。